中年オタッキーです、今日も前回と同じくアルファネックス6で撮影しております。音が悪い、音が良くないんですよね。 iPhone の方が音がいいんですよね。これなんでかな。ソニーはね、アルファ7でもそうなんですけど、音が良くないんですよね。で、アルファ7はね、外部スピーカー端子があるんで、スピーカーじゃない、マイクか。マイク端子があるんで、いいマイクを買えばなんとかなると思うんですけど、NEX はもうないんですね、マイク端子がね。一応ね、マイクあることあるんですよ。これね、アルファ7にこれ繋ぐためのマイクですけど、これ、オリンパスのマイクなんですけどね。でもこれはもう繋ぎようがないんでね、ちょっと生録音になってしまいます。iPhone でね、撮って、編集するとどうもね、調子が悪くって、動画編集アプリがね、アップロードして、ちょっと今その不具合かなんかでね、iPhone の、ファイルをやると、エクスポート中に落ちてしまうんですね。編集できなくなってしまうんで。まあ、今回もちょっと NEX 6での撮影して、前回とレンズが変わってます。前回はね、このレンズで撮ったんですね。これ、キャノンのね、FD、ニュー FD か。ニュー FD の 28mm の F2.8 で撮ってたんですけども、今回は、FD24mm F2.8SSC っていうね、オールドレンズで撮っております。200円で買ったやつです。カメラ、撮ってるカメラもジャンク200円だったんでね。合計400円の、カメラで撮影してます。もう完全に元撮ってるよね、これね。まあ、前置きは長くなりました。今日はね、徳島に、ね、先週、オープンしました、ハードオフのね、あれです、沖ノ捨てになるか、末広店になるかな。ちょっと名前、今から調べるか。お店でね、お買い物をしてきましたので、そのカメラのね、内容とかをね、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。今回ね、徳島の、新規開店したハードオフ徳島末広店になるらしいですね。まあ、ハードオフの末広店さんにはね、全然お断りとか入れてないんですけどね。まあ、宣伝になるからいいでしょうけど。場所はね、徳島県徳島市南末広町22-5-1か。営業時間はね、7時半まで、朝10時から、夜7時半まで、ということですね。JR をご利用の場合は、麦線、阿波富田駅より徳島南バイパス、国道55号線に入り、勝どき橋交差点を右折して吉野川バイパスに入り、これ長すぎるよ、説明が。まあ、イオンモールの隣にあるんですけども、まあ、駐車場がね、10台ぐらいありますんで、車で行くのが一番ベストだと思いますね。公共交通機関徳島ちゃんとないんでね。で、店内の説明ですけど、ハードオフ徳島末広店では広々とした売り場にたくさんの商品を取り揃えて皆様お待ちしております。大好評、ジャンクコーナーでお宝が眠っているかも。売ったり買ったり便利なハードオフをぜひご利用ください。という、ことですね。ジャンクコーナーがね、非常に充実しておりました。もうね、開店1週間前からプレオープンしてて、買い取りをね、先にね、始めたみたいで、で、商品はもうね、並んでたんですよ。で、もう目をつけてたんでね、仕事を早く終わらせてね、開店日の、午前11時ぐらいに入店しました。なんとか午前中に入れまして。でね、まだ全然売れてなかったんで、あさってきました。まあ、先手必勝ということなんですけどね。ヤシカフレックスのタイプ C だけは売れてたのか。あれね、ちょっとね、狙ってたんですけど、まあ売れてて。ヤシカフレックスの44っていうのもあったんですけど、まあフィルムがね、ちょっと使えないんで、ないんでね、ちょっとそれはパスしましたけど。で、いろんなカメラが並んでて、まあ、ショーケースに入れてあるやつと、そのショーケースの表に出してあるやつと、まあ、どうしようもないやつが表に出てて、結構価値があるやつがショーケースの中に入ってるって感じだったんですけど、まあ、オープン初日ということもあって、どんどん見てくれみたいな感じで、ショーケースの鍵はもうかかってなくてね、バンバン見てきました。で、いろんなのが欲しかったんですけどね、まあ、ちょっと以前も話しましたけどね、ローライフレックスとかね、ゼンザブロニカとか、ハッセルブラッドとか、まあ、ツワイスイコンとかね、まあ、ライカもありましたし、レオタックス、ニッカ、
まあ、ペトリでしょ、他にもね、いろいろあって、もうよりどり緑の状態だったんですけど、まあ、ボディはね、そのよりどり緑だったんですけど、レンズがちょっと少なかったのが残念かな。ジャンクのレンズはもうほぼないに等しいぐらいだったですね。ほとんどなかったです。で、今回はね、その中でもね、ちょっと予算に限りはあったんですけど、ちょいちょいとお買い物してきました。どれから紹介しようかな。まずこれから紹介しようか。はい、これですね。これね、ペットリのね、FT-EE っていうカメラになりますね。結構状態がいいんですけどもね、残念ながら露出系は、通電しなかったんで EE は使えないんですけども、ペトリのカメラってね、もうシャッターが切れないものが多いんですね。で、以前持ってたやつはね、距離計が狂っ、ピントの精度が全然出てなくて、で、先日その、いただいたね、ペトリもね、そのシャッターが切れないっていうことで、2個1にしようとしたら2個とも壊しちゃって。もうね、もう技術がないもんでね、まあ残念なことをしましたが、なんとかね、直そうと今頑張ってるところなんですけど、まあ二言も動かない状態になってます。二個一しようとしたんですけど。で、もうね、レンズだけ余ってるんで、なんとかペトリーのね、レンズのね、映りを試したいなと思って、まあペトリーずっと狙ってたんですよ。そしたらね、これね、3300円だったんで、3300円ちょっと高いかなと思いましたけど、まあペトリーなんでね、珍しいんで、で、ね、動作はね、もう完璧でした。結構ね、荒っぽい音がするね、カメラですね。まあシャッターはね、これね、音に反してね、布箱の横走りのフォーカルプレイですね。音はね、なんかメカニカルシャッターっぽい音がね、巻き上げからね、こんな音がするんですけどもね、まあ、ファインダーの方はね、そこまで綺麗じゃないんですけど、まあ使えるかなって感じのね、やつですね。で、レンズはね、以前から持っていた、ペトリのこれ、何ミリだったっけ ?55mm だったっけ ?52mm だったっけ忘れちゃったよ。やっぱ老眼鏡かけなきゃダメだな。全然見えねえや。55mm だな。55mm の F2 っていうね、標準レンズがついておりますね。でね、買った後に気がついたんですけど、これね、ストラップをかけるやつがね、なくなっちゃってるんですね。これ失敗したなと思って、ペトリ2台あった、もう1台のにしときゃよかったと思って。まあ、状態がね、若干こっちの方が状態が良かったんで、こっちにしたんですけどね、これずっと持って歩かなきゃいけないって感じになりますね。はい、これが1台目ですね。で、次に2台目行きましょうか。はい。これですね。ペンタックスのスーパー A。ついに念願のね、スーパー A を入手しました。もう欲しくて欲しくてたまらなかったんですけど、まあ、今これレンズはね、ミッシェルさんに以前いただいた、XR リケノンの、50mmF に富岡製のね、レンズがついておりますが、このカメラね、まあ、AE カメラがね、すごく流行ってて、マルチモード AE がすごい流行ってる時のね、まあ言うたら、花形カメラになるんですけど、いろんな6モード AE ぐらい搭載してたのかな。で、買ってきたこのペンタックススーパー A は1000円でした。で、1000円でね、まあ1000円どうかな、動くかなと思って、とりあえず、まあ見た目だけでもいいやと思って、まあ1000円だしと思って買ってきたんですけど、電池入れたら通電しなくって、うわーと思って、電池を何遍もね、入れたり出したりね、叩いたりしてたらね、あれ、いつの間にか電源入るようになったぞ。電源が入るようになって。で、電源が入るようになって使えるようになりました。やっと。ね、今 F2 ですね。ね、AE もちゃんと聞いておりますね。音的にはね、なんか出根って感じの音ですけどね、このカメラね、なんで欲しかったのかっていうと、これ写真部の時にね、先輩、たくさんの先輩がこのカメラ使ってたんですね。で、デザインが非常にいいんですよ、これがね。A1 とかと違ってね、この上から見たところはすごく簡素になるんですよ。ペンタックスの ME とか ME スーパーとかとね、あんまり変わんない感じなんですけどね。で、ここにちっちゃい液晶画面があって、ここにシャッタースピードとか出るんですね。で、まあ、ファインダーの中にもね、液晶画面
画面があってそれに出るんですけど、キャノン A1 はね LED なのに対してスーパー A はね液晶画面ということで電池の持ちもいいしね、電池も LR44 2個で済むんで安いんですよね。そんなわけでね、このペンタックスのスーパー A、入手してきました。これ1000円でした。安かったですね。で次いきますよ。よっ、また A1 買っちゃったよ、もうね。好きだからしょうがないですけど、これ A1 3代目なんですけどね。まあ、なんでこれを買ったのかと。A1 2台持ってるんですけど、2台とも露出系狂ってて AE が使えないんですね。もう大きく狂って、あまりにも大きく狂っててね、その、で、やっぱどうしても怪しいんでね、その AE 使いたくないと。で、こいつはね、露出系がね、全然狂いがなかったんですよ。もうね、わざわざね、持っていったそのカメラからレンズ外して、レンズつけて測ってみて、あ、これ完璧だっていう感じでね。でね、製造番号はね古いんですよね。これ719315っていうね、多分ね A1 の一番初期のものになります。初期のものはねトラブルが出やすいとかね、ファインダーが暗いとかね、いろいろあるんですけど、これ多分ねファインダー入れ替わってますね。ファインダースクリーン入れ替わって、ブライトレザーマットスクリーンになってると思いますね。初期のものはレザーマットスクリーンで、後期のものはブライトレザーマットスクリーンなんですけど、これファインダーのスクリーン交換できるんで、おそらくは交換したいと思います。異常に明るいんですよね。今まで持ってた A1も、レザーマットとブライトレザーマット両方持ってたんですけど、その、後者ブライトレザーマットにおそらくは変わってるんじゃないかと思います。で、A1 の持病であるねファインダーの中の曇りも一切なかったですし、よっ、今プログラム音ですけど泣いてませんね。シャッターなきなし、感動品ですね。 A1 の感動品は2000円だったんですね、これね。もうちょっと値札剥がしちゃいましたけど、よくわからないのがね、このハードオフ、末広店さんか、ね、AE1 が5500円だったんですよ。で、この A1 が2000円だったんですね。このレンズは以前から持っていた、ニュー FD50mmF って言うんですけど、まあ、ボディだけですけど、2000円だったんですよ。感動品ね。で、A1 のジャンクって書いてある、まあ、感動品かとかちょっと見てないんですけど、が5500円だったんですね。どう思います？普通 A1 の方が高いよね。でね、これ初期のものとはいえね、当たりとかスレとか全然ないんですよ。綺麗なんですよね。ね、まあ A1 好きな人結構いると思うんですね。カメラロボットって言ってね、まあ当時もすごい人気だったんですけど、その A1 のまあバリ品、まあ初期のものとはいえ、でファインダーが明るくなってるやつね。初期のものを明るくしてあるんだ多分、が2000円でした。もう買い得だと思いますねこれね。うん、であとはね、他にも2台ね買ってきたんですけど、よいしょ、はい、まずこれね、オリンパスペン EE2 ですね。で、こっちはね、オリンパスペン EES になりますね。ペンを2台買ってきたんですけど、これなんでこれ買ってきたのかって言ったら、ぶっちゃけこれが欲しかったんです。ストラップね。ペンいっぱいあるけどね、ストラップがなかったんですよね。この純正のストラップね。で、これ両方とも1500円だったんですよ。で、ストラップがついてるんで買ってきたんですけど、はい、赤ベロ出ますね。シャッター切れるんですね。暗いところを向けると赤ベロが出て、明るいところを 見るとちゃんとシャッターが切れる。まあこれがね、ペン EE の点検の仕方なんですけどね。露出系が動いてる、まあセレンが死んでないっていうね。
セレンが死んでない、もうストラップだけでもよかったのにね。フェイ E2 1500円でした。これ安いんじゃないかな、すごく安い。レンズもね結構綺麗なんで、ちょっとホコリかぶってるけどカビはないんですよね。でファインダーもね、まぁ、ちょっと曇ってるけどこのままでも全然使えるレベル、これジャンクなのかな、これ1500円、同じく1500円の EES ですけどね。レンズやっぱホコリはついてますけどカビはないんですよね。ヘリコイドが少し重いですけど、まあ許容範囲、でよっと、中も非常に綺麗なんですね。まあこれはちょっと光漏れ対策はしなきゃいけないんですけど、 EES なんでね、 EES はねよくこの蓋が取れるタイプはねすごく光が漏れるんですけど、でカベル出るんですね。で明るいとこに見たらシャッターが切れる。やはりこれもねセレン死んでないんですね。というわけでね、ストラップが欲しかったのに、カメラが2つこれストラップだけ取って売るかって話ですけどね。本当に。まあ、今回結構ね、お金を使いましたんでね。A1 が2000円。で、ペトリの FTEE が3300円か。で、スーパー A が1000円。で、ペン EE と EE2 と EES が1500円。3000円。6300円の8300円。9300円。1万円をちょっと切るぐらいのお金を使ってきましたが、まあいい買い物だったんじゃないかなと思いますね。美味しいと思います。全部美味しいと思いますね。特にスーパー A は超当たりですよね。これ1000円ですから、スーパー A 結構ね、多分壊れやすいのか何か知らないけど、ほとんど見ないんですよね。で出ててもね、やっぱ欲しい人が多いのか何か知らないけどね、すごい高くなっていく。大体背って高くなっていくんですよね。で、まあ本当に喉から手が出るほど欲しかったんですよ、スーパーへね。それがね、1000円で、感動品が。感動品にしたのかよくわかんないけど。あ、そうだ。このスーパーへね、ちょっとエピソードが他にもありまして。電源が入った後だ。電源が入った後ね、シャッターが一回切れたんですよ。で、シャッターが一回切れて、無限巻き上げになっちゃったんですね。永久に巻き上げできるんですよ。あー、ダメかーと思ってね、一回だけシャッター切れたのになと思って。で、ネットで調べたらね、この、底板を外して中をつっついてたらシャッターが切れると。そこで、まあ、同じようにしたんで、シャッター切れるんですよ。あ、切れたと。で、また無限地獄になるんですね。無限地獄になった後、またついたらシャッター切れるんですよ。それをずっと繰り返してたら、カチッて止まった。お、止まった、治ったぞみたいな感じでね。ペンタックススーパー A の無限巻き上げ地獄でお悩みの方、中身をつついてたらそのうち治ります。これ何なんだろうね、一体で、よくわかんないですけど、まあ、油切れかなんか動作させてなかったからかなんかよくわかんないですけど、しばらく動かしてたら動くようになるみたいです。まあ、こんな感じでね、もう今100発100中動くようになったんですよ。まあ、現象がね、もしかしたら再発するかもしれないっちゃ再発するかもしれないんですけど、ずっとカラシャッター切ってたら、もしかしたら、現象再発しないかもしれないし、で、また現象再発したらつつけばいいのか。よくわかんないですけどね。まあ、電子カメラなんでね、寿命が近いのは間違いないです。だってスーパー A って僕は高校生の頃に流行ったカメラなんで、僕は17歳の時って、僕も52歳なんで35年前。まあ、40年近く前のね、電子カメラということで、まあ、壊れても全然不思議ではないんですけど、まあ、そんなわけでね、まあ、何がそんなわけだかよくわかんないけど、とりあえず、美味しいものがいっぱい買えましたんで、今回はちょっと報告ということで、カメラいっぱい増えて、もうこんなに増やしてどうするんだっていう話なんですけどね、もう好きなものは仕方ないですね。欲しいから買うんで、もう買った後のことは買った後に考えるというね、僕のスタンスでね、まあ、そのうちね、カメラだらけになって家が倒れるんじゃないかとか、まあ、トラックの中にも大概カメラたくさん積んでありますけどね、まあ、今日のね、紹介の動画はこんな感じになっていきます。で、ここからはね、いつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはね、お米えらい好きさんからの、投稿です。2枚ですね。アルファ55の後継機であるアルファ57で撮影しておりますということですね。1枚目が仲良し、2枚目が桜満開ね。で、作品なんですけどもね、1枚目の方はね、これ多分内蔵のフラッシュかなんかを光らせてるのかな。まあ、上からの光はないんですけど、ちょっと鮮やかに撮れておりますね。で、2枚目もね、やっぱ天気はそんなに良くなかったようで、色温度が若干、上がり気味なんですけども、まあ、満開の桜、見事な満開の桜だと思いますね。光がない状況でね、ここまで鮮やかに撮れるのはやっぱソニーのカメラのいいところでしょうか。α57、A マウント機ですよね。ミノルタのレンズも使えるということで、いいカメラなんだと思いますね。はい、お米えらい好きさん、ありがとうございます。次が、ジョタさんになるんかな。これ作品投稿初めてかな。中年おときさん、こんにちは。先日はワルツフレックス、あ、そうか、カメラ、俺のカメラコーナーの投稿あるんですね。ワルツフレックスの写真を使っていただきありがとうございました。作品投稿します。春ということで、桜の写真です。1枚目のタイトルは、まず楽しみ。ニコン F100、AF ズームニコール ED8200F2.8 で撮影。フィルムは富士カラー100です。千葉県の、小湊鉄道に乗りに行った際の1枚。電車と桜の組み合わせを撮ったのですが、それよりこちらのまだ電車が来てないものの方がストーリー性がある気がして好きなので、こちらを選びました。電車を待っている間我慢できず何枚かシャッター切っちゃった感じ、分かっていただけるでしょうかというですね。2枚目 は雨の後には、1枚目の撮影から2日後、自宅近くの用水路脇の桜を撮っていた時の1枚です。撮影はオリンパスペン F。レンズは D 随行 38mm F2.8。フィルムは同じく富士カラー100です。もともとハーフサイズですが、さらに少しトリミングしています。雨や風があるとすぐに散ってしまう桜。これなんか儚いですね。緊急事態宣言も解除されて人手がものすごいですが、お互い自衛しながら写真撮影頑張りたいですね。お体に気をつけて動画楽しみにしていますってことなんですよね。で、1枚目からいきますか。これね、非常にいい写真だと思います。これね、縦構図でも横構図でも良かったかなと思いますね。これどちらでもいいけど、僕はどっちかというと横構図が好きかな。で、2枚目もね、そうなんですけどね、もう本当にね、雨粒が乗っかってる桜の花びらが非常に儚い、このハーフサイズでこの被写界深度の浅さ、まあ、結構トリミングしてるのかな、粒子的には荒いんで、まあ、結構トリミングはしてるんでしょうけどね、そこそこに、被写界深度が浅くなっていい感じに撮れておりますね。で、この1枚目の方なんですけど、横構図にしてね、タイトル画面にして、行こうと思います。ちょっとで、タイトル画面で、ね、ディフェンディングチャンピオン、また一回で終わっちゃってたんですけど、もうこれ結構いいで、ね、いい、このなかなかだと思います。これ横構図にしたらこんな感じなんですけど、いいと思いますね。すっごくいいと思うんですね。そんなわけで、次回のタイトル画面はこのジョタさんの1枚目、に変わっていきます。さあ、投稿ありがとうございます。次はね、ガメラさんの投稿1枚ですね。オタッキーさん、こんばんは。視聴者の作品投稿します。タイトルはドームということで、使用機材ヤシカ FX3 スーパー2000、使用フィルムイルフォード XP2、ISO400 ですね。何かわからないけど目に入ったので撮影しました。カラーだと面白くないだろ、被写体も白黒ならなぜか絵になる感じがしませんか。その通りですよ。で、作品なんですけどもね、これね、光も特にないしね、もう被写体頼みの写真になれば面白い。これ何なんでしょうね。これ一体物が何なのかわからないんですけど、何に使うのかな。ドームということで、これ、お店の表に並んでるのかな。これビニールかなんかでね、ドーム形状にしてあるんですね。植物かなんかをハウス栽培する。わかんないですけど、これもしご存知の方があったら、コメントいただければと思います。モノクロでね、なぜモノクロの方が映えるかっていうのがね、みんなね、その色のある世界を見てるわけなんですよ、普段からね。で、モノクロはね、その色を抜いてあるんですよ。もうその色を抜いてあるだけで十分にアートが成立してしまうんですね。そんなわけで、スナップでね、いい写真撮れないってね、悩んでる人はぜひモノクロで撮ってみてください。ぐっと変わってきますんでね。
で、モノクロはね、やっぱ光と、あと被写体ね。もうこの辺がすごく大事になってくるんで、特に光が大事になってくるんでね。もう、あの、光がね、よければ被写体なんかどうでもいいっていう、そういうレベルになってくるんで、あの、皆さんはモノクロに、挑戦していただければと思いますね。ガメラさん、投稿ありがとうございます。ね、次がこれは MHR さんですね。2枚投稿です。1枚目はキャノンデミ EE17 です。実はキャノンでの撮影はこれが初になります。青の発色がフィルムのせいかレンズのせいかわかりませんが、綺麗なのでびっくりです。フィルムはコダックカラープラス200。不忍の美の池ってことですね。2枚目はニコン F3。フィルムは、アリスタ100。125/1F8 で、たたずむということですね。AI ニッコール 50mmF1.4 回で撮影してる。どう回なんだろうなと思いますが、まあ、とりあえず作品ですね。これ1枚目ね、これデミ、ハーフで撮影したということで、まあ、若干粒子は目立ってしまうんですけども、もうゾッキーが通ってた。勘弁してくれよ、撮影中の。もうすごくね、粒子が出ているんですが、発色は確かにいいんですよね。これフィルムがね、カラープラス200ということなんですけど、もうちょっと露出を上げたらよかったのかな。で、2枚目なんですけど、これ2枚目は非常に好きな写真になります。ちょっと動きは出てるんですが、背景の方にピントが来てて、まあ、背景を被写体にしたということになるんですけど、僕だったら手前に合わせるからもうちょっと絞るかな。F8 で撮っているということなんですけども、若干ね、人の方にピントが来てないんで、11まで絞ってもあんま変わんないか。まあ、これ結果ですね。難しいところではありますが、いい写真になっているとは思いますね。はい、MHR さんありがとうございます。で、5人目ですね。小寺さんの投稿になります。中年オトッキーさんもいつも動画を楽しみにお待ちしております。また投稿します。1枚目、1969年東京モーターショー、晴海。コダックカラー X、フェンタックス SP で撮影。2枚目は1970年撮影、トライ X、フェンタックス SP。レンズはどちらも 50mmF2 かな。2枚目はミラーの位置を見てください。この時代にずっと不思議に思っていたことです。大昔なのでナンバーは良しとしてくださいということで、ミラーの位置ね、ドアミラーになってるよなぁ。これはまあ変えたんでしょうね。多分ね、この時代はドアミラーの、違反になってる。まあ作品なんですけど、1枚目から。1枚目ね、これね、東京モーターショー1970年ってことで、僕はまだ1歳なんですけど、まあこの当時の女性のファッション、こんなんなんだなぁっていうね、なんかこれ、SF 映画に出てくるね、その、地球防衛隊の服みたいな感じに見えますけど、写真は綺麗です。撮れてます。これ、ほんとすごく綺麗に撮れてますね。色が懐かしい感じはしますが。で、2枚目ね。先ほど言いました、このミラーがドアミラーになってるんですね。多分、この当時ドアミラーは違反で、車検は通んないと思います。自家現像でね、粒子はね、あらあらっていうことですけどもね。まあ、これはね、もうトライ X のフィルムということで、トライ X で自家現像でこれか。もしかしたら、ネガが、劣化して多少劣化しているのかもしれないですね。はい、小寺さん投稿ありがとうございます。これね、投稿1枚目ね、タイトル画面ちょっと考えたの、ものすごく考えたんですけど、今回すごいのが来てたんでね、そちらを優先させていただきました。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからね、俺のカメラはちょっとお休みで、やったらやっちまったのコーナーになっていきます。はい、やったー、やっちまったのコーナーですね。今回はロボーノさんのやったーですね。中年オタキーさん、いつも、ライブでのお邪魔しています、ロボーノです。今回もやったやっちまったのコーナーに投稿します。先日のライブでは、ハードオフでの適正価格の話で盛り上がりましたが、翌日時間があったので地元のハードオフに立ち寄ったところ、単焦点レンズを大量ゲットできました。ミノルタ AF24mmF2.8、ニコンニコール HO28mmF3.5、G随行オート S50mmF1.4、どれもバリモノで動きも許容範囲内。そして何よりどれも550円というやったー、まあ、やっぱりまだまだジャンクワクワサリはやめられそうにあります。これね、3本ともこれ550円ですか。これ全部ね、結構ね、値打ちのあるレンズだと思います。これ羨ましいにも程があるぞ。 G 随行もこれコパ落ちしてないんじゃないか。これ
いいな。いや、なかなかね、これ徳島では絶対にありえない。単焦点レンズ3本一気に、1本550円。まあ、税込み550円ですね。50円で税金ということですね。いや、羨ましい話ですね。ロボノさん、おめでとうございます。でね、今日は、今日のね、コーナーは全部でこれだけなんですけども、ね、ヒデさんかな？新コーナーの提案ということで来ておりますね。恐れながら新コーナーのご提案をさせていただきます。今、夢で見まして、夢で見た、名付けて、直してオタッキーさん。直してほしいカメラを視聴者から募集します。何台か集まったところでオタッキーさんが一番直せそうな直したいカメラを1台選びます。選ばれたカメラはオタッキーさんに送られます。前提が直せなくてもいいこと。直す画像を公開すること。直したカメラ一定期間をタッキーさんのものになること、試写した画像を公開すること、盛り上がりポイント、視聴者は自分が直せないカメラが生き返ること、オタッキーさんが直してくれたこと、オタッキーさんは一時的であるが欲しいカメラを占有できること、送料は視聴者持ち。以上、夢で見た楽しみなコーナーの誕生です。どうですかということなんですけどね。あのね、面白そうだとは思うんですけどね、ぶっちゃけた話ね、僕、壊す方が多いんですね。さっきもね、ペトリのね、カメラのコーナー、ことで話しましたけどね、結構失敗するんですね。失敗する理由はね、いくつかあるんですけど、単純に作業のスキルが低い、っていうのと、あとね、時間がないんで、トラックの中で作業するんですけどね、トラックの中で部品を飛ばしたらもう絶対に見つからないんです。こういうことでね、失敗の確率が非常に高いので、このコーナーはちょっと無理かなと思ってますが、肯定的な意見が大量に来たらやるかもしれませんので、そうですね。コーナーとして成立するかどうかはわかんないですが、直してほしい方、壊してもいいよっていうんだったら送っていただいてもいいと思いますね。そんな感じでこれね、新コーナーとして成立するかどうかはわからないですが、50-50 かな。僕に送るよりはカメラ屋さんに送った方が確実に治ります。僕に送ってもね、多分ね、20% か 25% ぐらいの確率ですけど治らないです。そんな感じでね、今日のね、動画はここまでになっていきますね。さすがにね、A シリーズシャッター泣き選手権のコーナーはね、投稿が続かないみたいで、そらそうですよね。そんなにシャッター泣きしてるカメラ持ってないですよね。普通は直そうとしますしね。でね、A1 のね、話をちょっとしましたけど、A1 でシャッターが切れないけど、音がするっていう方、パターン結構あるんですね。これはね、シャッターにね、注意するとね、直ることが多いです。以前僕も直したことがあります。だからね、もうダメ元でね、安い値段で出てたら、買ってきてね、底板を外して中にね、注意するっていうね、やり方があることはあるんで、それはもうネットでググってもらったらね、出てきますけど、それでね、捨ててもいいっていう覚悟だったら、そういうやり方もありだと思いますね。まあ、今回はね、たくさんね、1,2,3,4,5 台か、まともに動くカメラを5台も一気にゲットしてきてね、まだパニクってるね、オタッキーでありますが、今後ね、試写してね、またカメラが出てくると思います。で、次回の動画なんですけど、よっと、はい、このカメラね、で撮影してきました。これミノルタのね、α807SI に、レンズがね、この反射レンズですね。見えるかな？反射望遠鏡って聞いたことあると思いますけど、それと同じ構造をしている、望遠レンズ 500mm、これで撮影してきました。で、こればっかりで撮ってもちょっと飽きたんでね、標準レンズでもまあ撮ったんですけど、その写真のね、紹介をしながら、動画を作っていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。皆さんね、ハードオフ、最近ちょっと相場が上がってきてるとはいえね、まだまだ使えると思います。ロボノさんのようにね、掘り出し物もありますのでね、感染予防に、ね、十分注意して、とにかくね、コロナの感染が非常にね、広まってて、特にね、変異株がね、ものすごく広がってて、あれ若者でもね、重症化するらしいんでね、で、感染力も強いということでね、十分気をつけてということで、特に、外食を控えればね、
感染のリスクは相当に抑えれると思います。まあ、外食産業の人がね、聞いたらまあ怒ると思うんですけども、うちの会社はもうすでに外食禁止になってるんですね。まあ、テイクアウトとかをね、うまいことを利用して、もしくは、テラス席ね、表で食べれるとかで、そういうのを利用してね、上手に、やって感染予防していけばなんとかなるんじゃないかなと思います。感染してね、症状が発症すると、もう相当ひどい目に遭いますし、まあ、嫁情報ですけども、症状が出たらもう肺がね、使い物にならないっていう人が多いっていうことでね、一生呼吸困難とかね、そんなことになっていくらしいんで、まあ、とにかく怖い病気なんで、感染予防は十分気をつけてってことですね。はい、今日の動画はここまで、またね、次の動画をお待ちくださいまで、最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメントちょっと滞留してますが、頑張って返していこうと思います。高評価もポチッと押すだけなんでね、ぜひともお願いします。チャンネル登録なんですけど、完全に停滞しておりますが、ちょっと回復する兆しかな。そんなわけでね、あと40人ちょいで、4000名到達してね、4000名到達したらこのカメラのね、プレゼント、企画が始動します。これ、オリンパスのトリップ35、をプレゼント、動作品をね、プレゼントいたしますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。